第六章ダイアログについて学習します。この章ではダイアログとは警告文字が入力されてないよの2点について学習します6。6の1ダイアログとは について解説いたします。ダイアログとはユーザーに情報を提示し、必要に応じてユーザーに応答してもらうものです。以上六の一ダイアログとはについての解説でした。